どうも高井です。この上司という権力の魔法の杖は使うほど9割の人は劣化します。なぜでしょう。魔法の杖を持ってしまうとついつい使いたくなっちゃうんです。それを無意識に欲してしまう。それは権力という魔法の杖なんですが、あなたが権力を持ってしまえばほぼ劣化の一途をたどることでしょう。なぜかというと、部下であるうちは先輩に気を使いますよね。ペコ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 するわけです。全員がそうじゃないかもしれないけどね。ペコペコして、で数年経つごとに先輩として上にグッて昇格していくよね。昇格すると部下にはフッって偉そうな態度取れるし、上司にはペコペコし続ける。上がれば上がるほど逆にペコペコされる頻度が上がっていくわけですよ。これが権力の魅力だよね。どん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 会社の中でのコミュニケーションが取りやすくなるんです。ストレスが減る。ただしストレスが減るということは楽ができる。楽はするんだけど、会社の中での仕事って忙しいし、労働時間日本ってクソ長いじゃないですか。じゃあ休日何やってるかって言ったら、本とか読まないよね。日本人って既読率9割、本を読まない人が9割方いるわけですが、本を読むっていう習慣がないと会社以外の仕事ってできなくなっちゃうんですよね。副業ができる会社ってなかなかないじゃないですか。副業を許してくれる会社ないからこそ、会社以外での仕事ができなくなって、定年退職および退職した後って、そこからシルバーとして再雇用されない限りは、どこで働こう、どうやって生きていこう、年金以外何もないみたいな人生になっちゃうわけです。で、劣化して劣化して、じゃあそれが60歳なのか、それとも30とか40とかでリタイアするのか、切り返しのポイントは人それぞれですが、今切り替えておかないとこれから先コミュニケーションがますます取れない人間になっていくので、それを避けるためにもこういう本を読んだりだとか、私自身が話術に対してのコンテンツを作っているので、詳しくは私のアカウント内を調べていってください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。